はい、ゼイチンです。今日はですね、サムネイルにもね、ある通りこのキャンベルスープについてね、ちょっと話していきたいなと思います。まあ、知ってる人はね、結構いると思うんですけども、このキャンベルスープ、沖縄ではね、もう定番のスープとしてね、まあ、いっぱいね、食べられてます。で、ワッタンもそうですけれども、お家にはね、一貫ぐらいあるんじゃないですかね、うちの人たちは。それぐらいね、すごい定着してる、まあ、売れてる、人気の商品なんですけれども、これがね、まあ、今ちょっとね、違う形で話題を読んでて、SNS とか、あとはまあ、沖縄のね、新聞とか、ニュースとかにね、なってるのでね、それを今日はね、ちょっと話していきたいなと思います。はい。で、このチャンネルでね、こんな感じで沖縄のマニアックな話をね、沖縄オタクの人たち向けにね、ちょっと話してたりとか、あと沖縄旅行のね、まあ、定番のところにまあ、皆さんいっぱい行くと思うんですけれども、それ以外に新しいところを探すのって、なかなかね、ちょっと時間もなくて大変じゃないですか。なので、そういうのがね、紹介されてる動画だったりとか、あとまあ、沖縄移住ですね。それについて参考になるような動画を上げてますんで、ぜひね、他のも見ていただけたらなと思います。はい。で、まあ、このね、今回、キャンベルスープの話なんですけれども、これ、もともとね、キャンベル社っていうね、100年ぐらい続くアメリカの会社が作ってて、で、まあ、もう、県外にも一応あるんですよね。なんですけど、沖縄っていうのはね、まあ消費がもう桁違いで、まあ公表はされてないみたいなんですけどね、もうものすごい量販売されてて、で、まあもう一つね、沖縄の特設ページっていうのがね、このキャンベル社のホームページにできるぐらい、デイジー売れてる。まあ限定の商品もいっぱいあるんですけど、それぐらいね、沖縄では愛されてる商品なんですが、今回ね、ちょっとまあ違った形で、SNS とかで話題になってます。っていうのは、まあ、よくね、これは、前回ちょっと出したスパムとかみたいに、沖縄ではいっぱい食べられてるよね、とか、まあ、よく飲まれてるよね、とかね、そういうのだったりとか、あと、安いよね、っていう形でね、話題になったりとかするんですけど、このキャンベルスープがね、今回ね、ついに自動販売機でも、売られるようになったよってことでね、話題になってるんですよ。だから普通ね、こんなの自動販売機で売れないじゃないですか。だからまあ、これね、しかも売ってる人もね、頭売れんだろうって言ってね、別にジュースもね、そんな大してデイジー売れるわけじゃないから、沖縄って自動販売機の数ってね、日本でね、人口当たりで一番多いんですよ。だから、全然売れないから、別にそんな大しても売れんけど、ちょっと面白いから、誰か飲むかなって言ってからね、入れてみたら、これがね、みるみる売れてね、で、それで話題になってるっていう、しかもこんなのが売られてるって面白いねってことでね、地元の人が SNS 上げたりとか、まあ、これからね、多分観光客の人たちもね、行ったりとかしてね、たまにはまあ、見に行きたいじゃないですか、こういうのね。だからちょっとね、SNS とかでも上がるのかなと思うんですけれども、そういう意味でね、話題になってるんですよ。で、その、売られてるのをね、ちょっと動画撮ってきたんで、ぜひどんな風に売られてるかね、見ていただければなと思います。はい、というわけでね、キャンベルスープがね、自動販売機で売られてる那覇市のね、砂川商店前にやってきました。まあ、この自動販売機で売られてるのはもう一つのアイインっていうね、同じ那覇市の小羽倉っていうところにもね、自動販売機があって、そこでも売られてるみたいなんですけどね、気をつけてくださいね。二つしか今のところはないので、ここともう一つという感じです。で、他のね、ラインナップ見るとね、やっぱ沖縄っぽいのが多いですよね。ネクターとか、まあ、エンダーとか V8 とかね、こういったのも結構ね、面白いラインナップだなと思うんですけど、まあ、ここのね、左下の方にね、普通にキャンベルスープが売られてます。なんか不思議ですよね。ちょっとおしゃれに見えるからね、なんかね。まあ、出てきたらスープですからね、しかも冷たいって書いててね、冷たいまま出てくるっていう、ちょっと、まあ、やっぱ不思議な感覚でした。うん。キャンベルスープが出てきてね、これを買って帰って、売り切れが続出してるっていうのはね、ちょっと面白いなと思いました。で、今見えてるようにね、水滴がついてましたよね。うん。ぜひね、皆さんも自動販売機でキャンベルスープ買ってみてほしいなと思います。はい、こんな感じでね、普通にね、このキャンベルスープがね、売られてます。はい。で、これがね、まあ、自動販売機ね、点滅しててね、このカメラで映したら見えてないと思うんですけれども、100円で売られてるんですよ。で、他のもそうでしたけど、100円で売られてるんですけど、これがね、またね、安いっていうことでね、話題にもなってるんですが、まあ、あんな風に売られてたらうちウケるじゃないですか。スープですからね、こうカンカンだし、しかも動画、画像ね、見てもらったと思うんですけど、やっぱりちゃんと冷えてましたよね。冷えてから開けてね、飲むんかわからないんですけどね。新聞に載ってたのはね、実際に買った人もね、お酒飲んだ帰りにこれ買ってよ、つってね、美味しかったよっていう形でね、まあ多分さすがに冷たい、これこのまま絶対飲めんからね、まあさすがに、これ固形になってるんで、これ開けてから鍋とかに入れて水でね、ちゃんと
溶かさないと全然食べれたもんじゃないんでね、これ。固形のまんポンポンって入ってるやつなんで、そのままさすがに飲めないんでね、皆さん気をつけてほしいんですけど、自動販売機で買ってもね、そのまま飲めないですからね。家帰ってからちゃんと開けんって、水で溶かさんとダメですから。まあそんな感じなんですけど、まあ、冷たいままね、まさか飲むわけじゃないからね、多分ね、温めてやった、まあ冷たいもんは水でやったのかわからんけどね。まあそういう形で売れてるという感じなんですよ。ただ、まあ100円でね、売られてるということで、じゃあこれ、安いバーっていうことなんですけど、沖縄はもともと安いみたいなんですよ。県外では見たことないかわからないんですけど、いくらで売られてるか。一応ね、沖縄では、県外よりは安く売られてるみたいで、まあ、やっぱね、独自のルートがあるとかね、まあやっぱこれだけ売れてるって、まあ前回のスパムの時と一緒で、やっぱり、アメリカだったじゃないですか、沖縄って。で、それで、輸入でね、入ってきて、で、いっぱい、まあ浸透したんで、いっぱい大量にね、入ってくるルートっていうのがね、もう出来上がってると思うんですよ。だから安いんじゃないかって、やっぱ一説言われてるんですけど、スパムもそうですけどね。だから、そういう意味で、沖縄は、県外よりは安く買えるって言うんですけど、じゃあ、果たしてね、じゃあどんくらい安いバーと、これ100円がね、あ、これか、これ買ってきたやつ、この潰れてるさね、わかるかな、さっき販売機でね、出てきたらなんでか知らんけど、これ潰れてたんだよな、これ全部がそうではないと思うんですけど、カンカンがね、潰れてたんですけど、まあ、これが100円で買いました。で、じゃあ、金秀とかね、スーパー、沖縄のスーパーでね、どんくらいで売られてるかっていうのもね、ちょっと参考までにね、ちょっと映してきたんで、ぜひね、そちらの方もまた見ていただければなと思います。はい、このチャンネルでね、おなじみの金秀公営店にね、やってきました。ここでね、キャンベルスープ、実際いくらで売られてるのかっていうのをちょっと見ていきましょうね。金秀っていうのはね、沖縄のスーパーで、まあ他にもね、サンエーとかユニオンとかね、まあいろいろあるんですけども、まあ地域密着型のね、スーパーなので、まあキャンベルスープとかね、多分どこの、店舗行ってもありますし、あとね、旅行に来た時にね、金秀で検索すればね、必ず、近くにあります。なので、ぜひね、スーパーで買いたいよっていう人はね、金秀で寄ってみてほしいなと思います。はい。で、まあこんな感じでね、結構ね、やっぱ大量にありますね、在庫が。やっぱ売れてるだけあると思うんですけど。はい。で、価格がね、128円でしたね。はい。まあたまにね、安くなるときは100円切るっていうのもあったりとか、あとまあ、金秀って実際は、沖縄のスーパーの中でもね、結構安い方なんでね、これが高いっていう風にはならないと思います。まあ、サンエーとかね、まあユニオンもまあ安いですけど、比較的金秀は安い商品が多いのでね。はい。で、まあ、さっきのね、自動販売機と変わらずですね、クリームオブチキンっていうものが売られてました。まあ、金秀だけじゃなくてね、他のスーパーでも必ず売られてると思うので、ぜひ皆さん試してみてくださいね。はい。まあ、こんな感じでね、結構ちゃんと売られてるんですよ。売り場もね、少ないとかじゃなくて、結構やっぱりね、売れてる商品なんで、多く売られてるんですけど、まあ、今回ね、見た時は120円でしたね。だから、自動販売機で買った方が安いという形で、まあ、特売の時とかはね、100円以下になるっていうのがね、あるみたいなんですけど、まあ、大体あれぐらいの価格だと思います。120円ぐらいね。で、だから、自動販売機でね、買った方が100円なんでね、20円安いんですよ。しかも消費税もないですからね。なら、デジ安く買えるよってことなんですけど、この販売機、まあ、砂川商店っていう那覇にある、まあ、沖大って沖縄大学のね、近くにあるところなので、まあ、ぜひね、観光客の方々、まあ、ちょっと、まあ、名物じゃないけどね、まあ、ちょっと、面白いじゃないですか、こういうのって。こんなの売るのとか、なんか、うちなんちっぽいじゃないですか。一応、ちょっと入れてみるか、っつうからね、やってるんでね、ぜひね、まあ、近くに行った時、まあ、首里城とかね、式年園とか近いんでね、ぜひ、行った時には見てみてほしいなと思います。隣にね、沖縄そば屋もあるんで、そこでね、ご飯食べてもいいかなと思いますね。はい。まあ、こんな感じでね、今回は、以上になります。まあ、こういう風にね、ちょっとね、まあ、マニアックですけれども、いろいろね、沖縄の中でもね、やっぱ、県外と独特、県外と違って独特じゃないですか、文化が。まあ、こういったのもね、キャンベルスープとかも、おばあの家行ったりとかね、実家行ったりとかしたら、いつずっと出るんですよ。で、僕がね、一番びっくりしたのは、これね、これ、うちなんちだったらわかると思うんですけど、クリーム&チキン、って書かれてる。これね。これ、一番多分売れてるっていうか、まあ一番美味しいなって僕も思うし、友達との食べたりとか、実家行ったりとかしても、これがあるんですよ。だけど、実際これね、これは沖縄限定らしいんですよ、これ。もう知らんくてね、こんな美味しいんだったら多分全国に売られてるんじゃないかなと思ったら、これ、沖縄限定なんですよ。なので、ぜひね、来た時には食べてほしいと思います。多分、県外の人たちは食べたことないってことだと思うんでね。ぜひ、このクリームオブチキンね、これ、
ぜひ、沖縄行った時には食べてみてください、買ってね。まあ、外で食べるとかってなかなか難しいんですよ。さっきもあったみたいに、これ固形になってて、一回出してから、水でね、溶かさんといけないんでね。うん。なので、ちょっとまあ、自宅に帰ってからとか、食べないといけない。ホテルとかでも食べれるかなって感じなんですけど、鍋がないといけないんですよね。だからちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、食べれます。で、まあ、もちろんスープで食べることもできるし、ワッターとかね、まあ、兼ねない時とかは、パスタ湯がいて、それの中に入れてましたね、水と一緒にね。それでた、このスープをね、溶かし、そのこの、水で溶かしたスープを入れてか食べたりとか、あとまあ、ご飯にね、かけてリゾットにしたりとかする人もいたりとかするっていうのはね、見たんですけど、まあそんな感じでいろいろね、食べれますんで、ぜひね、試してほしいなと思います。この、キャンベルスープね。はい。今回はね、はい、以上になります。はい。じゃあまた違う動画でもね、まあこういった話とか、あと沖縄旅行のね、話、出していきますんで、ぜひね、他の動画も見てみてください。はい。今日は以上です。